気持ちの整理とかね、A 番でお願いします。元押田撲滅委員会会長元さあ行きましょう。解体ソロとなっております。さあもう押田さんはね、すでに金切符を取って本日は、参加しておりませんので、さあどうなる。中央さあ画面足、パチサイスラを差し込んでいきたいが、2K から画面足、3ハイスラ重ね、さあここはしっかりライオットスタンプ、ガードしていく。さあ強気に前に出て出すと、しかしここは反撃間に合わず、非常に気まずい状態から画面中央から端へ向かって走っていく。さあカウンターヒットが燃えている円安からここは何もせず、まあ、ていうかあそこもできるのはロイさんぐらいなんで非常にね難しいですね。要求されているのが、ね、高いですよ難易度。さあ S ハイスラから画面中央ダウンを奪って、ここはレイズが吐けてしまったか。ガンフレからコーパン抜け、キネスマイピーから画面端、さあプレッシャーをかけていく、ブッキラーを通してジャンディー、ジャンエスサイドワインダーから2ハイスラ、ジャンエスサイドワインダー、そしてゲージも 25% ありますので、この後ね、もし失敗してしまってももう一回フォローが効くということでいいですね。さあ一本選手はオギチャンスとソウル、ソウル、スペインじゃないです。さあダッシュブッキラー通す、強気のタク2杯から通して立ち系画面端アダムはアダムだった、もうダメだってやつですね。はーい、 A 番台タイさんのジャムとピッツさんのファースト、 B 番台タイさんのジャムとピッツさんのファースト、あ身内セレンですか。じゃあじゃんけんして B 番台お願いします。さあ投げを通して勝ったのはオギちゃんソル。じゃあ次はあトントロさんのジョニーとトゥリオさんのユーです。トゥリオさん、トゥリオさんいらっしゃいますか。トゥリオさん、はい、トゥリオさん、はい、はい、それでは頑張っていただきましょう。1P 側トントロジョニー、 2P 側はトゥーリオイノ。さあ名前もカードネームもきっちりトントロになり、トゥーリオさんはダークネスがついた。いきましょう、ジョニー対イノ。まずは前捨て表現でまず突っ込む、テイク出しから2回中段投げてるのはジョニー、上コインまず切りかけてるが金バースト、切りかかった状態で大木で切り返す、横蹴りジャンハイ重ねていいのがライン上げていく、 D バインカウンター、画面端上コイン2回から K、 K ダウンガード、投げてるのはジョニー、切りかけて立ち系金 S バーストを使う、俺の間横蹴り見ていた、小木攻め禁止から様子見大木潰して KSS ハイキラー D 遠線が入らず残り1割弱、慎重にいくか、いいのが焦り出す時間だが遠距離戦になる、何か当てればいいジョニー、崩せばいいイノ、画面端まで持っていく、まずはワンコンボ完走、オギ攻め K 中段ガードからのケミカル中段円安届かないが着地マジア立ち系捉えて、まずはドントロジョニー。さあ、次 B 筐体ですね、カニさんのジャムと、アルティメットスイング働かずブリジット、B 筐体でお願いします。はい、カニさんと、はい、無職いってらっしゃい。はい、あさあ狂言から
これは限界入らず、限界じゃない、窓際だった。ハイスラ狂言で突っ込んでったが、上から覆いかぶさって横蹴りまで取り返す。トゥーリョイの最終ラウンド、ジャンプ D、 ハイ D からまずは空根決めて 3.5 割離れる、立ち回りに戻す。これはジャンプペース、突っ込んできたところ限界フォルティッシモで追い返す。上段構えるが横蹴り当たる、音符重ねて下段ガードテイクダッシュ、バースを当たるキラジョーカー、ディバインはガード固める、ジャンプピークータイクまだ残る。ディバイン軍ジャンハイ飛んでかわす、さあきつい、この状況はジョニーがかなり厳しい。 D 狂言はスカっている、ジャンピーまだ残る、ジャンハイとタッチピース総裁から KPD よ、ジャンペスト横気味相打ち、勝ったのはトゥーリョイの。緊張しましたさあそれでね、最後が働かずやってるんで最後の1回戦となります。ヒロさんのアンジとブルーさんのメイ、 A 番でいきましょう。お疲れ。さあこれで運営に専念できるぜ、頑張っていこう。さあこれが最後の1回戦いきます。ルート、ちょっと座ってんね、大きくて邪魔だわ。さあ行きましょう、ここら辺からもね緊張が解けてくるか、まだ緊張するかどうかのねあれだと思いますけども、行きましょう。おーっと、IB カウンター、しかし相手はアンジー、まだ寄らない。無駄にね、気絶高いんでね、ピヨっちゃいけないところでピヨっちゃったりして、あー危ない、マビーです、マビー。アイスラ風神立ち系から、ここは恩が出ないか、裏回るとは思わなかった。さあジャンプですから、ここはダウンを奪う、ジャンプスタンプですね、ジャンプアイスラか、ここを投げていく、金エース立ち、おっマイビー、さあどうする、パスあるぞ、4万うわ出なかった、まあしゃないでしょう。だけどあのね、オーバーヘッドもあるんで、ね、どうなんだろうな、バースト走り抜けるのかな。さあどうなる、無理をしなくていいが、ここは飛ばして気絶値の、気絶値じゃねえ、削り値を稼いでいきたいところ、ジャンパイスラー、一本選手はブルーメイン。さあかなり熱いぞ、ジャンプ S、 マイピー見ている、遠距離だったらね、あのように上半身無敵の技で返していける感じがね、かなりいいですね。さあスタンプは足払い置いておく、風神からちょっと歩く、あっと当たって裏ガードして、マイケーガードポイントを狙ったところにオーバーヘッドキス、横イルカ入っているが、ここはどうなる、ジャンベースからトシケプレッシャーをかけていく、ジャンパイスラからマイピーは間に合わない、バーストスカップもう後がないぞ、走ってくる、しかしジャンベースからカウンター確認、タッチピーまでつないでエリアルコンボ、ガメ押し、さあ誘って潰していくか、それとも自分から攻めるか。さあスタンプヒット、エンゲスまでついで勝ったのはブルーメイ。さあ全ての1回戦が終了しました。続きまして2回戦入っていきます。かなり熱いな。
じゃあいきましょう。2回戦第1試合はまともや小石さんのイナとシュートさんのクリフが A 番内、 B 番内で490信者ミリアとアイン・カイが B 番内です。大人気や、後ろにたくさんいる。さあ、A 番台は小石さんの、イノとシュートクリフ。クリフが有利。さあ、ジャンピー、お互い元気いっぱい。当て気味タイク画面端、ジャンハイからちょっとスライドして前ハイスライド出ている。画面端、押し込んで2ハイスライド返す。画面端、うわー、エースを上からかぶせジャンプリーからのしっかりコンボができている。ヘビー方向、さあここカウンターヒット、ダメージ取ってケミカルヒット落とせるか。しかし小さい軽い表現ヒット、タッチキーから空中コンボ、ケミカル入らず、亀足、あー怖い、すごいことになっている。ゲージを試す FB、 オンプ当たらず、さあどっちだ。タッチピーから攻めが始まる。クリーマとイラード、リフレックス、おお立っている。あさあ、ああいうしたと思ったら自分が一番取っていった、勝ったもんね。ということで画面中央、さあ、B 番台は、どこ行こうかな。やって、どこも見てよ、これ。B 番台、中村さんのミラと遠藤さんのチップ。さあ、ここは球引っかかって、画面端、ジャンハイスラン投げを決める。3回戦からね、すべて1回進行で行いますので、よろしく。さあ、狂言捉えて、さあ、おっと、じゃあ、どうしよう、その前 B 番台行きましたね。 A さんから次当たってましたけどね、当たってましたけどね。さあ、 A さんのスレイヤーとおぎちゃんのソル A 番台でお願いします。 B 番台もやばいな。さあ、準備ができたらスタートボタンを押してください。さあ、よいしょー、エンスレイヤー対するオギシャンソル。お互いに名前が長い。さあ、開幕強気にリボルバー受け、なんで崩して足払い 2K2S、 ここの足払いは当たらないパイルバンカーでぶっきら押し置き。 8K 返して画面端、さあ、この前が非常にいやらしい。無敵ジャンプ回避、パイルバンカーでダメージを稼いで、ジャンハイをガード、コマキャンを使って画面端、ゲリーから前ピンに対して前つなげ、コパン助けヒット、エンスレイヤーが一本選手。さあ、カウンター、じゃあ B 番台はどこだ、万葉ディズイとエジェフさんの暗示です。さあ、ビッグマッパー、タッシャイ、画面端、
ジャンディ落として8K、2K からちょっとここはもみすってしまったが、 8K から DOT が出ない。さあここはグランドバイパーどうする。やべ、チャップさんのとこ呼ぶの忘れた。次チャップさんのとこ呼びます。チャップさんとチビタさんですね。パイルバンカー、しかし残り体力が非常に少ない。それではどうなる。コパンマイピーダサイカード固めで無理はしない。 FB ファンもガードして、バーストもガードを買ったのはエヘンスレイヤー勝利です。それでは A 番台チビタさんのジャムとチャップさんのチップ、ジャムスカイのちびたさんいますか。ジャムスカイのちびたさん、試合でーす。